はい、おしです。いつもありがとうございます。皆さんはゴールデンウィークをどのようにお過ごしですか？このコロナ禍ですので、家の中で不要不急を控えてじっとしているという方が多いのではないでしょうか。私もその部類なんですけどもね。でも孫たちが野球をやってますので、唯一楽しみがその練習試合、それを観戦するのがとても楽しみです。さあ、今日も楽しい一日をお過ごしください。それではいつもありがとうございます。さて、幸せには3つあると言われています。1つ目がしてもらう幸せ。生まれてきた時にはお腹が空けば泣いておっぱいをもらったり、またおもらしをしたら泣いておしめを変えてもらったり、また辛かったり悲しかったら泣いて抱っこしてもらったり、ハグしてもらったりしました。二つ目の幸せはできる幸せです。3歳ぐらいになると、今までできなかった自転車が乗れるようになった。飛び箱が飛べるようになった。逆上がりができるようになった。二重跳びができるようになった。また算数の掛け算ができるようになった。こんな風にできなかったものができるようになる幸せというものもあります。そして人生で最も大切なのは三つ目の幸せ。それは誰かに何かをしてあげるという幸せです。これが人生の中でとても大切なものであると言われています。なんとなくお金を出してサポートしてあげようとか、そういうようなしてあげるというようなイメージがありますが、そんな金銭的なサポートではなくても、もちろんにっこりと笑ってあげる、優しい声をかけてあげる、そういうような何かを誰かにしてあげるという幸せがとてもいいと言われています。特に仏教の中でも願世、和願世、愛護世という言葉があります。優しい眼差し、そして優しい笑顔、そして温かな優しい励ましの言葉、こんなものを誰かに与えてあげて、その方が元気になってくれる、それがとても幸せなことだと思います。もちろんそんな風に誰かに幸せをお裾分けしてあげると、もちろん周りに楽しい幸せな人たちがたくさん集まってきて、人生とっても豊かになると言われます。それでは今日も優しい眼差し、優しい笑顔、そして温かな言葉、そんなものを誰かにかけてあげれたらいいですね。それでは今日も素敵な一日になりますように。いつもありがとうございます。